ウラジーミルイワノビチイワノフは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家。1893年3月11日に、ロシア帝国トゥーラ県トゥーラで、カジヤ、セーズ公の息子として生まれた、ロシア人。トゥーラ中等学校に進んで1909年から1910年に、学生ストに参加し、1912年から、社会民主主義運動に関わるようになった。 父は入党しなかったが、社会民主主義者であり、三人の兄弟姉妹はいずれも、ボリシェビキの党員となっている。ウラジーミル自身は1915年に、ボリシェビキとなった。中等学校卒業後は1912年に、モスクワ大学医学部に進んだが、1916年に、逮捕され、同年に釈放されるも、大学を奉公された。教師、初期、医療助手、キコリ、 妊婦など職を転々としていたが、副学士1918年に医学部を卒業した。2月革命が発生すると、1917年2月から7月まで、ボリシェビキのモスクワ市、ハモブニキ地区委員会初期を務め、地区議会のメンバーにも選出された。11月には、バスマンロエ地区軍事革命委員会メンバー及び、赤英大参謀を務め、 7月から翌1918年8月までは、党バスマンのエチクイ初期を務めた。同時期には、モスクワ市ソビエト幹部会や党モスクワイのメンバーでも、あった。1918年8月に、党サラトフ県、カムイシン軍委メンバー及び前線チェーカー議長、10月まで、軍チェーカー議長、12月まで第一カムイシン師団、参謀政治委員。 9月から翌1919 19年まで、軍ソビエト執行委員長を務めた。同年初頭から、モスクワ医局員及びモスクワソビエト執行委メンバー、春から翌1920年末まで当バスマンの絵、地区位責任初期。1919年9月18日から11月16日までは、フェルガナ戦線革命軍事会議メンバー、1921年1月から6月まで、 当やロスラブリ権威責任初期、同年から1924年まで、モスクワ市組織部副部長及び部長を務めた。1924年5月から10月まで当、モスクワ県統制委議長、5月31日から、中央統制委メンバー、6月2日から、中央統制委幹部会メンバー候補を、翌1925年12月18日まで務め、 1924年11月5日から1925年2月6日まではウズベキスタン共産党臨時組織局第一初期1924年11月18日から1925年2月13日まではウズベク社会主義ソビエト共和国革命委員会メンバー1925年2月12日から1927年9月21日までは ウズベキスタン共産党中央委員、第一初期であった。1925年12月31日から前、連邦共産党中央委員候補となり、1934年2月10日から1937年8月12日まで、中央委員であった。1927年4月から1931年4月まで、北カフカース地方委員、第二初期。 1931年3月27日から1937年2月5日まで、北部地方委、第一初期、1936年10月1日から1937年10月31日まで、連邦林業人民委員でもあった。連邦中央執行委メンバーでもあったが、1937年11月1日に、 右翼トロツキスト陰謀事件に連座して逮捕され、ニコライブハーリンの命令によって、北カフカースで、反訴活動を行っていたと、認めた。そして翌1938年3月13日に、連邦最高裁軍事参議会によって、死刑を宣告され、同月15日に銃殺された。その後、1959年6月に名誉回復が、なされた。ありがとうございます。